ハローハローハロー、皆さんお元気でしょうか。なんか世の中がリセットの方向に向かっていませんか。ここイギリスのボリス・ジョンソンも辞任。なんか直近ではイタリアの首相も辞任。でもって安倍ちゃんは死んじゃった。でもってアメリカのバイちゃんももうそろそろバイバイ。そんでもって、うん？ゼレンスキー、お前はいつまでやるの？みたいな感じなんですけど、まあ、とにかくですね、今回もおたけび G のこのチャンネルでウクライナ問題、はい、ある動画を皆さんに共有してもらいます。はい、ということで、今回ですね、皆さんに、見てもらいたい動画は、あのドネツク州で、まあ、あるおばちゃんが、はい、おばちゃんが、あの、証言してます。まあ、要は、その場所で、そのおばちゃんが住んでる町で、まだ、ロシア軍も来ていない。ドネツク州の、まあ、ドネツクの、ドネツク共和、ドネツク人民共和国か。ドネツク人民共和国の兵隊も来ていない。そんな時に、もうすでに町は燃えていた！町はもうやられちゃっていた！誰が？カゾちゃん。カゾちゃんがやってたらしいです。そして、なんと、もう逃げなきゃ！もう逃げなきゃ！って言って、バスに乗り込んで逃げようとした、そこにもボッカーンってもう、バスごとやっちまった。二人だけしか助からなかったらしいです。ということで、この、まあ、短い動画なんですけど、あの、おばちゃん、嘘をついてるような感じではない。もう、いつものことなんですけど、もう顔を見たらわかります。そして、そのカメラには映ってないんですけど、なんか、まあ、お子さんじゃない孫かな？なんか子供のような声で、二人しか助からなかったよね。みたいなことを言ってるのも聞こえます。なので、やっぱり、アゾフがやってたんだよ。こんな、へんてこりんな、ウクライナに、日本人は、せっせとせっせとお金を寄付して、今日は言います。ばっかじゃねえかー！ばっかじゃねえかー！ばっかじゃねえかー！お前ら、もう、やめましょう。ウクライナに寄付をするのは、やめましょう。ロシアを、避難しても構いません。だけど、ウクライナを応援するのもやめましょう。そんな暇があったら、日本のことを考えた方がいいと思います。以上。さようなら。ていうかさ、全然回数回んないね。あと、あ、そうだそうだ。コメント欄にいろいろ書き込んでる方いるんですけど、あの、結構、やばい感じで書き込みすると、表示されませんね。あ、いいんです。そういうチャンネルなんで。さようなら。コメント、いろいろ書き込んでください。でも、消されないように、考えてコメントしてください。以上でーす。では、動画見てね。さようなら。страшно было оставаться. Во-первых, еще до входа ДНР и российских войск, там уже дома, как говорится, горели, их взрывали азовцы.Вот это действительно правда, да, как говорится, свидетели, не мы одни свидетели, это свидетели все. Они обстреливали, страшно было выйти на улицу. Первые люди, которые поехали, автобусы азовцы расстреляли. Вот, там вообще месиво было. Шесть автобусов, только двое живых. Да, двое живых остались, а тоже большие автобусы. Да, ты, си!